キャリアモードの4年後、日本人選手はどうなるか、検証。中井卓大、レアルで奮闘している模様、ローンでもいいから移籍してほしい。中山雄太、能力は上がるも所属クラブは変わらず、とはいえ4年間イングランドはすごい。小川亮也、セリエに移籍している。給料は中山の半分にも満たない。上田綺世、ベルギーのまま4年間を過ごしている。ユーマ同様ステップアップは厳しいか。前田大然、小川同様セリエに上陸。セリエに風穴を開けてほしい。国本貴弘、能力値を75の大台に乗せる。4年間在籍しているので、不祥事は起こしていないみたい。浅野拓磨、イングランドに活躍の場を移す。森保監督のままなら代表選出は確実。田中碧、移籍はしていないが能力はアップ。市場価格、給料ともにワンランク上の存在に。三笘薫、炎上案件、待望のステップアップは叶わず。しかし、給料は4億超えを果たす。森田秀正、遠藤航、古柱は所属、能力ともに大きな変化なし。旗手レオ、伊藤博樹、菅原幸成らは成長するも、所属クラブは変わらず。斉藤幸喜、大幅に成長しステップアップ待ち、A 代表にも食い込める存在に。南野匠、市場価格は5億に下落、高級取りのまま在籍している模様。板倉滉、スペインに挑戦している、市場価格も20億超えのプレイヤーに。久保建英、リーグアンのニースに所属、25歳で総合値81、市場価格は40億に達し、ビッグクラブ再挑戦は時間の問題。藤本寛也、リーグアンにステップアップ、能力値も竹を超える82に成長。日本代表の主役に躍り出る。同安率、イタリアの名門で7番を背負う。案外紫ユニモに合っている。冨安健洋、アトレティコマドリードに移籍、堅守がチームスタイルに評価されたか。市場価値は51億、総合値は84になり、ワールドクラスのディフェンダーに。鎌田大地、まさかの白い巨人に加入。冨安とはライバルになっていた。市場価格は52億で日本人トップ、給料も13億とダントツの1位を叩き出す。4年後日本代表の各リーグ参戦企画作成中です。